はい、こんにちは、レトスノーノです。今回は土地区画整理事業における建築制限について解説します。建築制限っていうのは勝手に建築しちゃダメですよ。建築する際には、まあ、今回の話で言うと知事とかの許可を得てくださいねという内容です。まずは土地区画整理事業の大まかな流れを解説させていただきます。まず一番最初に施工者は事業計画を決めるんですね。で、事業計画を決めて、でその後知事から認可をもらって、でその旨を公告します。つまりこの土地についてこれから土地区画整理事業を行っていきますよっていう旨が広く一般にお知らせされるんですね。でその後施工者は完治計画を定めます。もともとはこういう土地だけれども、こういった土地から土地区画整理事業を行った後はこういった完治になりますよ、新しい土地はこういったもんですよ、みたいな感じで計画をするんですね。でその後施工をしていきます。つまり工事を行っていくってことですね。でその工事を行う期間が非常に長い場合っていうのは仮勘地を指定したりする場合もあります。これは必ず仮勘地を指定しなければいけないわけではなくて、必要に応じて仮勘地を指定していくといった感じです。まあ、つまり工事がすごく長くなる場合っていうのは、全部が終わる前に工事が終わった部分だけで、工事が終わった部分だけ仮勘地の指定をしていくってことですね。で工事が終わったら勘地処分をします。土地区画整理の工事が全部終わったら勘地処分をして、でその旨広告されます。広く一般に土地区画整理事業終わりましたよってお知らせをするってことですね。まあ、これが大きな流れです。でこの中の一番最初の認可の広告があった日以降を、勘地処分の広告がある日までのこの間、この間については建築制限がかかってくるんですね。施工区域内において、施工区域っていうのは工事を行う区域です。工事を行う区域において事業の施工の障害の恐れのある土地の形質変更、土地の形質変更っていうのは土を入れたりとか土を取り除いたりする行為ですね、だったりとか建築物の新築だったり増改築、あと工作物ですね、工作物を建設する、そういったことを行う人は知事等の許可を得てくださいねっていうようなルールになっているんですね。逆を言えば知事の許可をもらえば建物を建てることもできるし、土地の形質変更もできますよっていう話ですね。この許可をする場合、知事っていうのは施工者の意見を聞かなければなりません。ある土地の所有者がなんか建物を建てようとしていると、で知事の許可をもらおうとしている、そういった場合知事は許可を与える前に施工者の意見を聞かなければならない。施工者の意見を聞いた上で許可するか不許可にするかを決めるって話ですね。でここで知事等って書いてあるんですけども、この等っていうのは国土交通大臣が施工する場合、この土地区画整理事業を国土交通大臣が施工する場合は国土交通大臣の許可をもらう必要があるんですね。なので等っていうふうにしております。この点は補足程度に覚えておいたらいいと思います。知事の許可で覚えていただいても大丈夫でしょう。まあ、今回の内容はこれだけなんですね。なので大まかな流れとどっからどこまでの間建築制限かかるのかっていうところをしっかり覚えておきましょう。事業計画を決定して認可の広告があった日から工事が終わる勘違処分の広告がある日まで、なのでもうほぼほぼ建築制限かかってきますよって話なんですよ。この点をですねちょっと頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。